ガンで闘病中の経済アナリストの森永拓郎氏67が16日、日本放送「柿の花ただしあなたとハッピー」に生出演、自民党総裁選27日投開票に立候補している候補らについて語った。過去最多の9人が立候補した今回の総裁選。番組では読売新聞社が党員・党友への電話調査と、 国会議員の支持動向調査を行い、その結果、竹内早苗経済安保担当省と石破重元幹事長、小泉進次郎元環境省が競り合い、上位2人が決選投票で争う公算が高くなっていると伝えた。森永氏はこれについて、私は見ててですね、ドイツもこいつも経済音痴だと思ったのは、今、本当に日本はデフレ再突入の危機にあるわけですよと明言。 業界ではコアコアって言うんですけれどもエネルギーと生鮮品を除いた消費者物価上昇率って7月19%まで下がってるんですね日銀の目標になのでつまり目標物価を下回るところまで1年前43だったんですよ物価上昇率が半分以下になってるんですこのまんま行くとこの後円高も重なりますし流通業者の叩き売りセールも重なるので どどんどん物価が下がっていくんですよと言いいその中で財政と金融緊縮したら強硬になっちゃうっていうのはサルが考えたってわかるのにこの9人の中で8人が財政均衡主義プライマリーバランス黒字化だって言ってるわけですよ